栗原勝は三重県出身の政治家。東京工業大学卒業。浜松市長。全国市長会会長。栗原が設計した浜松市立図書館祖父は群馬県出身であるが、栗原自身は三重県出身である。祖父から三代にわたって続くキリスト教徒の家庭で育った。浜松工業専門学校図案科を卒業した。 東京工業大学建築学科では谷口義郎に指示し谷口がまとめに藤村記念館を建築した際には栗原も協力している1947年に東京工業大学を卒業し1948年に浜松市役所に入庁した浜松市は初の高専市長である坂田慶造の下で 浜松空襲からの復興を進めており、1950年に開館して東海一と歌われた浜松市立図書館を設計したのは栗原である。市役所内では企画課長、企画調整部長、財政部長、収入役を歴任した。栗原の市長在任中に完成したアクトシティ浜松1979年の浜松市長選挙に立候補して当選し、 1999年まで5期20年間市長を務めた。就任時の浜松市の人口は40万人台だったが、退任時には60万人台となっている。戦後には各地で金太郎飴のような鉄筋コンクリートの学校建築が作られたが、建築学科出身の栗原は学校建築を重視した。1981年完成の浜松市立。 滝沢小学校は全国に類を見ないデザインの建物であり、内部にコミュニティセンターやオープンスペースのグループ学習室が設置されたのも大きな特徴である。1982年完成の浜松市立、宮古田南小学校、1984年完成の浜松市立青い西小学校や浜松市立三方、現中学校、1985年完成の 浜松市立東洋中学校、1987年完成の浜松市立富塚中学校なども、個性的な形状や色彩で注目を集めた。文化的施設では、1984年に、鴨野間淵記念館、1985年に、浜松祭り会館、1986年に、浜松科学館、1988年に、クリエイト、 浜松と浜松復興記念館と浜松文芸館。1990年に浜松アリーナとフォルテを開館させた。1982年には国鉄浜松駅前の円形バスターミナルを完成させ、1990年代前半にはアクトシティ浜松を完成させた。全国的にいち早く1981年にテクノポリス構想を推し進め、 1991年に浜松工業技術センターを解消させた。浜松市長在職中には全国市長会会長、静岡県市長会会長なども務めた。1999年に引退。後任は衆議院議員を辞職して浜松市長選挙に臨んだ北脇康幸である。2013年10月9日に死去した。ありがとうございます。